も登場です。ティーパイプといえばティーセットが必要ですよね。この収納ボックスからティーセットを取り出しましょう。この収納ボックスは位置と取り外しが位置の構成と取り外しはいつでも可能です。さあ、お気に入りのお菓子とそしてティータイムをゆったりと楽しみたいと思います。皆さん足元にもご注目ください。足元にもゆったりとしてゆったりとしたスペースがあるので伸び合って安全にできます。今日のお供はこのアリアのパッケージの輝きハーバーです。いただきたいと思います。このリアルなリラックスタイルの方がこの後のお仕事も頑張れちゃいそうですね。さあさあ、ゆっくりくつろぎましたのでここからはお互いの趣味の時間も楽しんでいきたいと思います。では引き続きシートアレンジ進めてまいりましょう。再び私がベッドを倒します。この動画何度もご覧いただいているかと思いますが女性でも簡単に続いては座面部分を下に下げたいと思います。レバーを使って簡単に下げれます。続いて後ろのレバーを使ってスライドをさせていきましょう。こうすることによって私はお気に入りの映画を見たいと思います。では私は最後にございますマガジンラックからお気に入りの本を取り出し読書タイムです。実はこの運転席のと入れ詰めシートの間にあるこの白いスクリーン、実はですねスクリーンになっているのでプロジェクターで映画などを映していただくと好きな映画を大きな、ぜひこの後の時間は皆様からのご感想をいただければと思います。皆様最後までご覧いただきありがとうございました。さて皆様最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。こちら日産グローバルホースギャラリーでは約40台の日産車を一堂に展示しております。実際に展示車にお乗り込みもしていただけますのでぜひナビゲーションの操作でしたりまた座りシートの座り心地などもぜひご体感くださいませ。またお子様にもお楽しみいただける車のペーパークラフトもご用意しております。ぜひ皆様ご来場の記念にお持ち帰りくださいませ。そしてそしてプレゼンテーション中どうぞいたしますかこちらのアリア。それではここからは入れ詰めシートソファーシートをアレンジしていきたいと思います。